ヒデロの名曲ベストイッタリアクション。チャンネルの顔、ヒデロさんです。ヒデロでーす。そしてアシスタントは自称非公開ですが、しかでございます。本日もよろしくお願いします。イエイエイ。新しい年になって、はい、またまたなんかこう新しいテーマで、はい、ヒデロさんが持ってきてくれたんですけど、はい、今回の人は僕も好きになった人、そうですね。本日ご紹介いただけるアーティストさんと、まあ、テーマとかも含めてお願いできますか。伝説の1位物語、はい、ヒデロが音楽に目覚めた75年、山口百恵さん、うん、冬の色でございます。イエイ。山もこのお名前を聞いたらね、はい、僕はいつも以上に、はい、やる気が出るというか、百恵ちゃんの7枚目のシングルなんですけど、はいはい、初のバラードシングルでね、でそれまでは、うん、青い青路線つってね、こう、まあ、少女の幼い、うん、少女の性みたいな、はいはいはい、ね、あなたに何をされても望むなら私何をされてもいいわみたいなね、青春で青もあって、うん、ちょっと若い感じのね、そう、うん、はいはい、まだ14、はいはい、15ですからね、はいはいはい、でこの1位を取った年も15歳なんで、はい、一番若い歴代若い1位の中、はい、なんで1位を取れたかっていうと、うん、B 面がね、うん、伊豆の踊り子っていう、うん、映画の主題歌だったんですよ。あ、そういうのもあったんだ、はい、はいはいはい、まず映画が盛り上がってて、はいはいはい、でも映画の前にね、映画はね12月に公開だったので、はいはい、いわゆるお正月映画ってやつ、はいはいはい、で百恵ちゃんの一番最初の映画ね、はいはい、主演では、はい、他には和田アキ子さんの映画に出てたんですけど、うん、百恵ちゃん主演で、うん、三浦友和さんが相手役の伊豆の踊り子、うん、これが12月から公開だったんですけども、はいはいはい、その前に先んじて、はい、テレビドラマ、はい、赤いシリーズ、はい、第1弾、はいはい、赤い迷路が10月から始まったんですよ。うん、毎週百恵ちゃんが見れる。もうドラマもずっとこう始まっていて、うん、そこに映画もぶつかって、そうそう、伊豆の踊り子はまあ12月の終わり、はい、まあ、正月映画っていうことで、うん、はい、またこれは別にね、百恵ちゃん映画は百恵ちゃん映画として語らなければあなたに教えたい、はい、百恵ちゃん映画はこの冬の色っていうのは、発売が11月だ、12月か、はい、12月に発売だったので、はいはい、年またぎでね、はいはい、74年に発売なんですよ、はいはいはい、本当は、はい、74年の12月発売だけで言うとそういうことですよ。で、うん、まあ、年またぎで大ヒットしまして、うん、そのドラマのイメージもあっただろうし、うん、伊豆の踊り子のイメージもあって、うん、ずっと1位を取ってて、はい、それでもう75年には75年の全ての曲の中でベスト10位、うん、すごいことですからね、ベスト10位ということです、はい、ドラマなんですけど、はい、ドラマはね、私今回、うん、あなたに説明をしなきゃいけないと思って、はい、50年ぶりに見ました。いやいやいや、そうですよね、お勉強して50年ぶりですよ。まあちゃんと言うと49年ぶりなんですけど、半世紀前だよ。半世紀ですよ、うん、半世紀ぶりに全26話うん、見ましたよ私、はいはい、その当時のね、はい、赤い迷路、はいはいはい、で1作目だから、うん、まだ主演じゃないんですよ。冬の色という曲と、はいはい、まあ、赤い迷路のね、はいはい、ダイジェスト版もご用意してあるので、うん、それがどっちも見れるちょっとビデオを用意しましたので、 あなたから許された口紅の色はですよ時代を感じますね。時代ですよ、昭和ですよ。私もシカちゃんに許された口紅の全く僕は指示をしておりませんけれどこれは百恵ちゃんはこのドラマにおいてはメインの中に入ってるけど主役ではないっていうことなんですもんね。まあ、4人とか5人口に入ってるから、はいはいはい、百恵ちゃんもたくさんセリフ言うんですけど、はいはいはい、やっぱり娘役に徹していて、はいはいはい、次の赤い疑惑でやっと主役になるというか、またそれがシリーズになることで、そうそう、これはまあファンムービーだからあれですけど、うん、まあ、百恵ちゃんが主役に見えてきますよね、このけなげさが。ああでもやっぱどんどんそう見えてきましたね、うん、この次のシリーズは主役にするやろうっていう、うん、ドラマもちゃんとやって、はい、でね、歌の活動もっていう、まあまあこれが始まりの方だと思う。そうそう、始まりの方でしたね。いや両方の道をそんな最初からねちゃんと通って行ってたんだと思って、僕は後のぐらいな感覚だったので、歌で行き切ってからのとかじゃなくて、ね、うん、どっちもこうバーって行っててっていうことなんだなっていうのを改めてこうやって見ると、で映画も撮ってるわけじゃないですか、はいはいはい、この間に三浦友和さんと初共演の映画も撮ってるから、はい
めちゃんこ忙しかったと思いますよ。いや忙しかったんだろうな。それに学校生活ですもんね。学校受験もあって大変だったと思うし、で何よりもね、この今まで青い青路線の桃江ちゃんと来たわけですよ。で、まあ、このドラマの影響もあったと思うんですよね。この明子という役かな、この役をやるというのと、あとまあ12月には映画が封切られるっていうので、伊豆の踊り子、伊豆の踊り子も何にも起きないの、まあ、これはこれでまた、あのご紹介しますけどね。だからきっと純粋無垢でなければいけなかったので、このアキコにしてよね、伊豆の踊り子にしろ、だから路線を変更したんだと思うんですよね。でもそれをすることによって、まあ、歌詞の内容は同じ千家さんなんですよ、千家さんが書いてるんですけど、今まで あなたが望むなら私何をされてもいいわって歌ってた少女が、こうあなたから許された口紅の色は、もう許されないと口紅もしないっていうね、少女になって、でそこでなんかこれを歌うことによって、今まで青い青路線は別に本当にいかがわしい女の子ではなくて、もう好き愛するがゆえにそこに行ったんだなっていう、その少女のね、なんか今まで歌ってきた青い青路線の伏線回収となってるわけですよ、これが、こう命をかける恋だから、だからもう彼が死んだら私も死ぬわって歌ってるわけですよ。心中ですよもう。まあその時代の感じはありますけど、ね、でもまあそういうことですよ、ね、15歳にしてあなたが死んじゃうんだったら私も死んでしまうわっていうぐらいの純粋純愛、それを歌わせるっていうことは、だからもう何でも差し出しちゃいますと、いう伏線回収になってるって、これすごくないですか。確かに。今日もご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、そしていいねボタンよろしくお願いします。